ちゃんを見た。私はツツジ、大学生。普段は県外で一人暮らしをしているが、大学が休みに入ったので帰省しているところだ。暑い。ツツジ、お母さん買い物行くから庭に水まきしておいてね。はーい。今日の夜はお兄ちゃんも帰ってくるからね。うん。ちょうどお盆の時期なので県外で働いている兄も帰省して家族みんなでお墓参りをするのが我が家の恒例だった。それにしても今日は暑いな。あ、あ、ツツジちゃん。あ、こんにちは。あ、こんにちは。この人はお隣のお嫁さんのゆずりはさん。お隣さんはもともとひいらぎさんというおじいちゃんとゆりさんというおばあちゃんが住んでいた。でね、あの公園、夜になると顔のない女が。嘘だ、嘘だろ。あかね。にぎやかだな。その孫でもあるカツラお兄ちゃんとアカネお姉ちゃんはその家によく遊びに来ていて、年の近い私たち兄弟とも遊んでいた。数年後、おじいちゃんが病気で亡くなり、おばあちゃんが一人で住んでいたけど、おばあちゃんも体調を崩してしまった。カツラお兄ちゃんとゆずりはさんが結婚したのを機に、二人は隣の家でおばあちゃんと同居を始め、サポートをするようになったのだ。それからはカツラお兄ちゃん、ゆずりはさん、おばあちゃんとうちとで家族ぐるみの付き合いをしている。やっぱりこっちは暑いですね。この間帰ってきた時は冬だったから。はぁ、そうね。私も宅配の荷物受け取りに行っただけで汗だく。熱中症気をつけて。またね。はい。ちょっと休憩、何か気を紛らわせたい。昨日録画してたテレビつけようかな。久しぶりの友人との再会にすっかり話し込んでしまいました。夜も遅くなり、また会おうねと言うと、もう会えないかもと言うのです。その数日後、友人が病気で亡くなっていたことを知りました。そしてその亡くなった日時こそが、私が友人とたまたま再会した時間だったのです。あれは友人だったのでしょうか。そして友人は最後に何を伝えたかったのでしょうか。いつもこの時間別の番組なのに、時期的に心霊特番になってたのか。びっくりした。はーい。ツツジちゃん、こんにちは。あ、おばあちゃん。これね、おはぎ作ったの。よかったら食べてちょうだい。こんなにいっぱい、ありがとう。私とお兄ちゃん、このおはぎ大好きなの。せっかくだし、上がっていって。そう、悪いわね。それから私たちは世間話で盛り上がった。大学の話や友達と出かけた話、一人暮らしで失敗した話やアルバイトの話。おばあちゃんは目を細めて楽しそうに話を聞いてくれた。この間の冬はおばあちゃんに会えなかったから、いっぱい話しちゃってごめんね。いいのよ、私も楽しいから。この間の冬は病気して入院してたからね。今は大丈夫なの？足が痛くてね、長い距離を歩けなくなっちゃったの。そっか、気をつけてね。ありがとう。あら、もうこんな時間、私もう行かないと。ゆっくりでいいよ、足元気をつけてね。それじゃ、今日はツツジちゃんと会えてよかったわ。私も、おはぎありがとう。あ、そうだ、帰省のお土産にお菓子買ってきてたんだ。おばあちゃん、ちょっと待ってて。これ、お菓子よかったら。あ、外出ちゃったかな。おばあちゃん、あれ、いない。あのスピードじゃまだ隣の玄関にも着かないと思ったのに。すみません、お届け物です。あ、はい。まあ明日でもいいか。どうだ赤松、仕事は。いや大変だよ、先輩の愚痴聞いて後輩の世話をして。お兄ちゃんいつも大変そうだね。あ、そうだ、そういえば今日隣のおばあちゃんがおはぎ持ってきてくれたよ。え、ほんとか。俺あのおはぎ好きなんだよな。どうしたの二人とも。本当におばあちゃんだったの？そうだよ。何、どうしたんだ。隣のおばあちゃん、少し前から足を悪くしてて、今は老人ホームにいるはずなのよ。別に外出禁止じゃないんだろ。そりゃそうだけど、とにかく明日お隣にお礼を言ってくるわ。そして翌日、母とお隣へお礼を言いに行くことになったのだけれど。あ、ゆずりはさん、こんにちは。かりんさんたちもこれからお出かけですか？いえ、お礼を言いに。お礼？昨日はありがとうございました。おばあちゃんからおはぎいただいたみたいで。昨日はおばあちゃん外出してらしたの？おばあちゃんがですか？それ本当におばあちゃんでした？は、はい。老人ホームからここまで
車で1時間かかるんです。おばあちゃんの足でここまで来られるとは思いません。そもそもこの時期に来ているなら、おじいちゃんの仏壇があるうちへ先に顔を出すはずです。え？それに老人ホームでおはぎなんて作れないでしょ。うちによって作るならわかるけど。でもおばあちゃんはお隣の家に帰って行ったんでしょ。私、おばあちゃんが外に出る前に一度部屋に戻ったの。でも目を離してたの10秒くらいだよ。おばあちゃんの足で10秒だからまだ近くにいると思ったらどこにもいなかったの。その日の夜。それってどういうことなんだろう。ほら、時期的にさ、お盆だし、隣のばあちゃんは本当はもう最後におはぎを渡したくて。二人ともやめなさい。でも仮に老人ホームを一時外出したとして、どうやって来て帰ったんだろうな。電車も近くにないし、さすがに歩いて帰れないだろう。そうなのよね。その日の夜、真夏だというのに私は寒気で寝られなかった。翌日、おはよう。ああ、昨日全然寝られなかった。俺もだよ。死んだばあちゃんが手招きする夢見て。ほら、勝手に殺すんじゃない。バカなこと言ってないで顔を洗ってきなさい。今日は墓参りに行くんだから。あ、そうだ、お墓に備えるお花買ってなかったわ。向こうでも買えるだろう。あっちだと割高だし、混雑しちゃって大変なのよ。こっちのスーパーで買ってからの方がいいわ。ついでにお昼ご飯の材料も買えるし。そうか。じゃあ父さんたち、ちょっとスーパー行ってくるから、その間に準備しておけよ。はーい。顔洗ってさっぱりしよう。俺はもう少しゴロゴロしよう。ゴロゴロってもう10時じゃん。誰だ。お兄ちゃん出てよ。私まだパジャマ姿なんだから。うう、俺だって。早く宅配便とかだったらどうすんの。わかったよ。はい、こんにちは。どこ。お、何が。ほら、いるじゃない。あかりお姉ちゃん、昨日のおはぎどうだった。足りないかと思って追加で作ってきたの。あんた何やってんのよ。インターホン鳴らしたらさっさと出てきなさいよね。その夜、カツラお兄ちゃんとゆずりはさんから説明があった。ご迷惑をおかけしてすいません。つつじちゃんがおばあちゃんを見たっていう日、やっぱりこっちに来ていたそうです。え、あかね、妹がおばあちゃんに会いに老人ホームへ行ったそうなんです。それでね、最近みんなどうしてる。特に変わりはないけど。あ、隣のツツジと赤松が帰省してるってお兄ちゃんが言ってたよ。まあそうなの、しばらく見ないうちに大きくなったでしょうね。子供の頃、おばあちゃんの作るおはぎが好きで勝手にうちに来て食べてたこともあったよね。そうだったわね。久しぶりにおはぎ作ろうかしら。うちの仏壇にもあげたいし。あ、それなら外出許可もらってうちに来て作りなよ。ここでは作れないし、うちの子も食べたいだろうから。そうね、ありがとう。ただいま。あれ、おばあちゃん、それおはぎ。ええ、あざみの分もあるから食べなさい。それじゃうち行こっか。どこ行くの。ママ、今日スイミングの日だよ。あ、そうだった。おばあちゃんを家の前で降ろして、あざみをスイミングへ送ったらまた拾いに行くわ。30分くらいで戻ってこれると思うけど、それでもいい？ええ、いいわよ。で、妹が家の前でおばあちゃんを車から降ろしたそうなんです。でもうち、今インターホンが壊れてて、ボタンを押しても音が鳴らないんです。この間もそのせいで宅配便が来てるのに気づかなくて、それでわざわざ配達の営業所まで荷物を取りに行ってたんです。あ、あの時の。インターホンを鳴らしても誰も出てこないので、おばあちゃんは留守だと思ったそうで、つつじちゃんはいるとは知っていたので、それでうちにいらっしゃったんですね。ええ、おはぎを渡したかったそうで、悪くなってもいけないと思ってうちの仏壇に備える分のも渡したそうです。だからあんなにたくさんあったんだ。その後、つつじちゃんと話していたら、向かいの車が来る時間になったのでおいとましたということのようです。急にいなくなったと思ったのは向かいの車に乗ったからなんですね。私たちも老人ホームに連絡して初めて知って、本当お騒がせしました。へえ、お化けじゃなくてよかったよ。おはぎもたくさん食べられるしね。ほら、あんたは本当に。数日後、それでさ、こいつ腰抜かして出たと
こそ叫んでたんだよ。ウケる。うるせえ。お兄ちゃんが変なこと言うから。ツツジも昔から怖がりだからな。まあまあ、ほらみんな、スイカ切ったよ。はい。ほらほら、その前に仏壇に手を合わさないと。はい。きっとおじいちゃんもバカなことやってるなって天国で笑ってるのかな。よし、じゃあ食べようぜ。あ、ちょっとあんた、一番でかいの取ったでしょ。今年の夏休みは記憶に残る日々になりそうだ。ご視聴いただきありがとうございました。あんな心霊番組を見た後に同じようなことが起きたら怖くなっちゃいますよね。まあそもそも幽霊なんていませんしね。私は最初からちゃんと生きてるおばあちゃんだろうと思っていました。というか、もし仮に幽霊がいたとしても私は全然全くこれっぽっちも怖くないですけどね。何にせよ本当に忘れられない思い出になったことでしょう。おはぎを見るたびに思い出しそうです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。